はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。よむよんでーす。6月2日、4時ですね、今。はい、GTA アカデミーファイナルラウンド来ましたね。今回はざっと走ってみたという感じで撮っております。タイムの方はね、ちょっと。契約を開く。あ、なるほど。まあ、この辺はね、カットします。まあ、ここ後でやる。ね、ね。はい、ということでね、やっていきましょうか。ここら辺カットしたんでね。さあ、どんな挙動するのかね、ちょっと楽しみだけどね。おーおお、すごい跳ねる。曲がんでる、曲がんない、曲がんない。高速コーナーは曲がんだろうけど、これは難しい。多分ここ最後しっかり減速しないとダメだ。難しい。まあ、さすが FF といったところか。あれー、止まんねー。ちょ、せめて金は取りたい。難しい。そしてすごい、その想定外のね、挙動。まあ FF とは思えない挙動なんだけど、一応、まあ、アンダーの出方はね、やっぱ FF。いやいやいや、そこコースアウト扱い。エンジンなんだね、これ。でもそりゃそうか。 GT の技術持ってきたら、それはあれか、ターボエンジンになるわな。あ、 GT です。スーパー GT の方ですね。こちらです。これは難しいわ。確かにルーバーのテストでなんかストレートスピードが一番速かったって言ったけど、これは直番にはなるわな。こんだけ曲がらなかったらそれは直番にはなるわ。あ、6速まで何、5速だね、これ。あ、ちゃんとパッシングしてる。はや。嘘だろ。ちょっとさ、一周すらさせてくんねえぞ、これ。難しいな。俺もこの挙動は想定外だもんね。ては FF にしては本当曲がれねえ、やっぱ。LMP1 だ、さすがは。ちょっと一周だけ無言アタックさせてください。まあ、安定の失敗に終わる可能性がありますが。結果失敗じゃねえか、もう。やだー。難しいわ、これ。
想定外。まあ FF だから多少アンダー出るだろうと思ってたけど、難しいぞこれ。なんだろう、このこういう車ってストップアンドゴーのコースには強そうだな。ただね、一気にねアクセルオンするんじゃなくて、ああ触れたったよ、触れたったよごめんなさい、めちゃくちゃ噛みました。それなりにアクセル開けるっていうか、パッドとかな、パッドとバスボタンとかでさ、厳しいんじゃないかな、ちょっと難しそう。反抗の人に対しては多分分かりやすく伝えると、アクセルをね少しだけ開けるとね、ちゃんとしっかり曲がってくる、普通のあの車みたいに。高速コーナーいいんだ、低速コーナーは妙に少しでも開けとく、少し開けとくで、ちゃんと曲がりきったらアクセル全開って感じでやれば、それなりに曲がってくれるんだ意外と。あのプジョーの VGT よりかは素直な性格、慣れてしまえば簡単、乗り方さえね分かっちゃえばもう簡単なんだけど、多分これで、ね、まあ、すんごいハンコンガッタガッタしてんのピョンピョン跳ねてんだよね。あー GTR がピョンピョンするんじゃー、あれだよね、完全にハイブリッドパワーをさ無駄にしてる気がするよねこれ。あれ最初の低速感立ち上がりでハイブリッドパワー使えれば確かに強いかもしんないけど、なんか無駄にしてる気しかしないんだよね。車内視点は結構いいよね、見た感じ、個人的には好み。あーやらかした、またせめて一周アタックさせてくれ、難しい。でも多分ねこれセッティングとかできればそれなりに走れるはするんだと思う。これでセッティングできないとか言ったら俺きつくない ?GT。あとこれ3速になったらいきなり使うタイプか、これ。ハイブリッドパワーの使うタイミングがよくわかんないな、これ。TS030 とのね使い方はねちょっと違うと思うんだ、ちょっと違う、 TS030 とはちょっと違う。こういう中速コーナー全然曲がるんだよ、あ曲がんない曲がんない、そうそう今アンダーにしちゃった。電池が1の時は使わないんだね、あ使ってるわ、これバグかな、たぶんこの車あれだな、 GT と同じでフロントマックス設定なんだろうな。あぶれ、今当たったと思った。止まって難しいよ
突っ込みすぎた。いや、まともにアタックさせてくんねー。やっと慣れてきた。何回も走って、あ、待って。そして飛行ですね、今ツイッター見てたんですけど、この車ギア比とダンフォース変更不可だそうです。マジふざけ。もうダンフォースはしょうがないとして、ギア比変更不可は痛いぞ。ちょっとまあね、今一応ルマン専用車だからね、今のところは。まだルマンで初戦だから仕方ないと仕方ない気がしなくもないな。ちゃんと車の情報も出てないだろうしね、そんな時点で収録したんだから仕方ないと仕方ない。いやー、しかし跳ねる跳ねる。片腕じゃ抑えきれねえよ。でもね、乗ってて楽しいって楽しいね。FF とは思えない感じ。まあ、アンダーの出方は、うん、さっき言った通り FF。ただ、乗ってる感じだとそこまでね、うん。なんて言えばいいんだろう。説明しづらいな。何でもかんでも言ってるけど、乗ってて楽しい車って。ハイブリッドか、あんまたまんねえな。あ、ちなみにこの車、あの重量配分がフロント63、リア37だそうです。フロントクソ重いね。うん、あのね、慣れないと多分これ絶対無理だわ。アタックできねえ。しばらく慣れることに専念しないとね、まとめ走れねえわ。ただ高速コーナーはそれに曲がるんじゃないかな。なんかフロントからフロント減りそうだから嫌だな。これ耐久向けじゃない気がするぞ。 GT では GT で使ったらフロントよりガリガリ削れることしか。あれだよ、よいしょ、危ね。危ない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 。確かにこれ3分37って金は意外と難しかったりする。なんだかんだで。あ、そうでもないみたい。一周アタックします。やったぜ。なんか中回転の伸びがいいかな。高回転が全然伸びない感じ。中回転のトルクは半端ない気がする。
ちょっとミスったね。ちょっとぴょんぴょん跳ねるな。あ、ダメだったな。まあいいや、見ましょう。普通にフライトが1分33秒26まででしたね。ふぅー、もらえるね。お、これ名前出ねえだろうな。オッケーなんだろうね、気持ちいいね、こういうの見ると。はい、ということでね、一回アタックしてみて1分33秒26まででした。リプレイ見てみましょう。ちょっと待ってくださいね。5分25。あ、じゃあこれですね。で、この後タイムアタックでタイム更新したら、その解説動画的なものはね、別でアップします。ほんとここら辺曲がんないのよね。あ、低速コーナーはほんとね、癖がある。まあ、コツがいるっていうか、なんていうか、難しいな、確かこの車乗るのは。ほんとぴょんぴょん跳ねる これハイブリッドをね、使えるのをね、使える場所をね、変えてほしいね。回復するナイトロ的な感じで使いたい。ここギリギリなんだよね。白線の外のタイヤ出てたらね、向こうやってた、赤くなってた。ただね、見た目はかっこいいと思うよ、個人的には。個人的には。乗るときはね、こういうね、低速コーナーに注意してほしい。で、なんかね、ポルシェカーブは240キロ台で走れるらしいね、実車は。実際だとポルシェカーブは249キロぐらいで走れるらしい。多分ギリギリいけるんじゃないかな。で、ここら辺あるね、ビビりながら走ったからね、最後。いやー、ミスるミスる、あーってね。ここはほら、ギリギリ。
い、ということで一周でした。それじゃあね、またね、別に、タイムをね、更新したら、解説編ということで、そっちの方で出すと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってねー。